ビッテンベルクのロイコレア校舎1836年のハレ大学ライオン像と大行動オーディマックスマルティンルター大学ハレ・ビッテンベルクはドイツザクセンアンハルト州のハレとルターシュタット・ビッテンベルクを所在地とする公立大学。略称はマルー。1817年ビッテンベルク大学とハレ大学の合併により設立した。学名はプロテスタントの改革者で ビッテンベルクで教弁をとっていたマルティン・ルターにちなんで名付けられる。大学自体はハレにあり、ビッテンベルクにある運営のロイコレア財団は、マルーのセミナーや学術、政治会議のためのコンベンションセンターとして機能している。ハレとビッテンベルクのどちらもアイス列車で、ベルリンから約1時間のところにある。ビッテンベルク大学は1502年、ザクセン選定校。 フリードリヒ3世が設立した。1517年95過剰の論題の販売に対する批判がマインツ大司教に届けられた時は同大学の基盤が厳しく批判された。ルターの書いた告発文からアルブレヒト・ブランデンブルク大司教は最近設立された大学を異端な考えを育成する場だとみなしてこれを批判したのである。 一方で、ルターの論考に影響を受けたフィリップ・メランヒトンの活動により、同大学は宗教改革の中心地となった。著名な出身者には、ゲオル・クレティクスらがおり、フィクションの世界であるが、シェイクスピアのハムレットに登場する、ハムレット王子や、クリストファー・マーローのフォースタス博士もここで学んだことになっている。ハレ大学は1694年。 ブランデンブルク選定校、フリードリヒ三世により設立された。プロイセンにおける、経験主義の中心となる。著名な出身者には、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルラがいる。両大学とも17世紀、18世紀にはドイツ、啓蒙時代を中核として支えた。合理主義哲学を推進したクリスティアン・ボルフは、 カントラに影響を与え、同じ頃クリスティアン・トマジウスは、ドイツの哲学者として、初めて講義を、ラテン語ではなく、ドイツ語で行っている。トマジウスは、合理主義哲学の発展に寄与し、それまで疑われることのなかった、貴族政治と進学の優位性にことを唱える、より公正な観点の確立を目指した。教育言語としてドイツ語採用の制度化。 宗教政党協議よりも合理主義に高い優先順位、教授自身に研究の引き継ぎ管理を委ねるといった様々な改革がハレ大学の特徴として行われ、ハレは最初の近代的な大学と呼ばれるようになった。こうした自由主義は一世代遅れてゲッティンゲン大学で採択され、続いて他のドイツやほとんどの北米の大学でも採用された。 ビッテンベルク大学はナポレオン戦争中の1813年に閉鎖された。1815年のウィーン会議でビッテンベルクがプロイセンに割上され、1817年に大学もハレ大学に統合された。統合後の著名な出身者にはジョージ・ミュラーラがいる。1933年11月10日に現在の名称となった。詳細記事は ナチスドイツの大学教育を参照のこと。12名以上の教授が追放された。当時、より良いと評価された大学教授は、ハレ・ビッテンベルク大学へと移動させられたため、この大学は、学術界のボルクタと呼ばれた。ABC、ブリタニカオンライン。ありがとうございます。